ブランコイリッチは、ユーゴスラビア・リュブリャナ出身の元サッカー選手。元スロベニア代表。ポジションはディフェンダー。首都リュブリャナに生まれ、NK オリンピア・リュブリャナの下部組織に入団して、各カテゴリーを昇格していき、2003年の FC、コペルセンで、トップチームデビューした。しかしクラブは深刻な財政上の問題を抱え、2005年冬に、NK、 ドムジャレに移籍した。2007年1月25日、スペインのレアルベティスにレンタル移籍し、初めて同クラブに所属したスロベニア人選手となった。コパデルレー準々決勝のセビージャイフシートのダービーマッチで公式戦デビューし、2月4日のアスレティックビルバオ戦でリーガデビューすると、その試合でホベルチの得点をアシストした。 2006から07シーズン後半戦に申し分ない活躍を見せ、シーズン終了後に移籍金150万ユーロで、ベティスに完全移籍した。しかし、2008年夏に、ポルトガルの SL ベンフィカからネルソン・マルコスが加入し、2008から09シーズンはわずか3試合の出場に、とどまった。さらにチームは18位で、セグンダ・ディビシオン降格となった。 2009年9月6日、1年契約で、ロシアの FC モスクワに、レンタル移籍した。しかし2010年冬にベティスとの契約を破棄して、放出され、すぐに FC ロコモティフモスクワに移籍した。2010年8月13日、スカイスポーツはイリッチが、イングランドのブラックプール FC のトライアルを、受けていると報じたが、契約は実現しなかった。 2012年2月14日、ロコモティフとの契約を双方の合意により解消し、ロシア国内での移籍先を探したいとの意向を語ったが、所属先を見つけられず、同年6月下旬に、キプロスのアノルトシス・ファマグスタに2年契約で移籍をした。2014年、セルビアのパルチザンへ移籍した。背番号は30。2016年1月6日、日本。 J リーグの浦和レッドダイヤモンズへ移籍することを発表した。開幕から長らくベンチ外が続いたが、5月3日、AFC チャンピオンズリーググループリーグ6節歩行、スティーラース戦にスタメン出場した。2017年当初は浦和に登録されていたが、2月6日にスロベニアのオリンピアリブリャナへ移籍。3年間在籍した後、ベイレに移籍。 その後、ドムジャレに移籍し、2020年7月に引退した。2004年8月18日、セルビアとの親善試合で、スロベニア代表デビューした。2010年には南アフリカで開催された2010、FIFA ワールドカップのメンバーに選ばれたが、一度も出場することがなく、チームもグループリーグ敗退に終わった。2015年3月27日の UEFA。 ユーロ2016予選、3リの戦意で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。